ご視聴いただき、ありがとうございます。投資情報を収集をされている素晴らしい視聴者様に向けて、本日、注目の株式情報をお伝えします。この動画を見るとわかること。一つ目は、今日、株主優待情報が更新された銘柄と更新内容がわかる。二つ目は、今日、ストップ高やストップ安した銘柄とその理由がわかる。三つ目は、今日、良いニュースがあった銘柄とニュース内容がわかる。まずは今日、株主優待情報が更新された銘柄と更新内容を見ていきましょう。ジェンダは株主優待制度を新設すると発表しました。これにより、毎年1月末と7月末の時点で100株以上を6ヶ月以上継続保有する株主に対し、保有株数に応じて4000円から2万円分のクーポンを贈呈します。この新制度は2025年1月から適用される予定です。今日、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。ファーマフーズの株価がストップ高となりました。前日に発表された第3四半期決算で、累計営業利益が前年同期比 99.9% 増の 32.7 億円となり、数期計画の27億円を超えたためです。一方、2月から4月の期間では営業減益となりましたが、数期計画の上振れが見込まれています。なお、会社は上半期決算時に月予想を 33.4 億円から27億円に下方修正していました。新バイオ製薬の株価がストップ高となりました。米国で実施中の造血幹細胞移植後のサイトメガロウイルス感染症患者を対象にした注射剤ブリンシドフォビルの大 IIA 賞臨床試験において、第1例目が2024年6月10日に登録されました。これが材料視され、多くの投資家に買われました。リッチアイの株価が3連投し、ストップ高となりました。同社は、24年7月期の業績予想を上方修正し、売上高は10億6000万円、営業利益は1億5000万円、純利益は1億円としています。人工衛星データ AI 解析サービスや既存顧客案件が順調に進んでいるためです。また、大型案件の増加と社内エンジニアの高稼働が高収益率を維持しています。リバーエレテックの株価がストップ高となりました。中期計画の策定が発表され、27年3月期には営業利益が 11.7 億円を目指すとのことです。また、新たに1チップオシレーター、KCRO04、のサンプル出荷も開始しており、ビッグデータ化や AI 化に向けた高精度推奨製品として期待されています。今日、良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。大和通信は新しい AI カメラシステムを発表しました。このシステムは石野製作所と共同で開発され、回転寿司店での迷惑行為をリアルタイムで検知します。これにより、飲食店での迷惑行為の抑制が期待されます。全国の回転寿司店への導入を目指しており、将来的にはファストフードなど他の飲食店にも広げていく予定です。グリーンエナジー&カンパニーは急反発し、年初来高値を更新しました。同社は25年4月期通期の連結業績予想で、営業利益が前期比 17.1% 増の6億円になると発表しました。また、期末一括配当を前期比1円増配の13円とする計画も示されています。売上高は前期比 18.9% 増の115億円を見込んでおり、再生可能エネルギー関連のサービスに注力する方針です。日本情報クリエイトが自社株会を実施すると発表したことが公開されています。この発表により、株価が大幅に上昇し、3日続伸しています。自社株会の上限は20万株、または1億5000万円となっており、取得期間は6月12日から9月20日までです。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためのものです。日東製網は予想を大きく上回る経常利益を発表しました。当初計画の4億5000万円から8億3600万円に大幅増加し、前の期比で 69% 増となっています。この好材料により株価が急上昇しています。また、円安の影響で為替差益が発生し、経常利益の押し上げに寄与しました。前日の終値換算での PB 比率が 0.6 倍前後、配当利回りが 3.3% と割安感は強調されています。ためにには東京都の結婚支援マッチング事業で、AI マッチングやウェブによる個別相談の業務を東部トップツアーズから自宅しました。この取り組みは、地方自治体の婚活支援を今後も推進する重要なステップです。システムリの直近3ヶ月の実績である2月から4月期の連結経常利益は前年同期比 3.6% 増の 3.9 億円に伸びました。また、売上営業利益率も前年同期の 26.5% から 27.2% に上昇しています。さらに、下期の連結経常利益は前年同期比 16.8% 増の 4.2 億円に伸びると試算されています。トライアルホールディングスの5月との既存店売上高が前年同月比で 5.2% 増となり、前月の 2.5% 増から伸び率が拡大しました。食品ではカット野菜などのフレッシュが好調で全体を牽引し、非食品では蒸しケア商品などの生活用品や行楽用品が堅調でした。さらに、全店ベースの売上高も前年同月比で 9.1% 増となりました。東和薬品は新たに3カ年の中期経営計画を策定し、27年3月期に売上高3000億円を目指すと発表しました。また、3カ年の累計営業利益を680億円以上とする方針を明らかにしました。25年3月期の営業利益予想は180億円であり、
利益の増加を目指しています。国内ジェネリック医薬品事業では安定供給体制の構築と製品ポートフォリオの拡充も進められています。クシムの子会社であるチューリンガムがサイバーステップと Web3 プロジェクト支援に係る業務提携契約を締結しました。これにより両社は協力してブロックチェーンゲームの企画を推進します。サイステップのゲーム企画開発力とチューリンガムの Web3 領域の知見を生かし NFT やトークンの企画設計開発を行います。ご視聴いただきありがとうございました。情報収集をされている優秀な視聴者様に向けて動画を作成していますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあればぜひコメントください。